はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライフイズストレンジ、今回からこちらのゲームをやっていきたいと思います。もともとこれ海外版は前に出ていたんですけれども、今回日本語版の方もプレイステーション4で発売になりましたので、ちょっと面白そうな、ゲームなのでやっていきたいと思っております。ちょっとどんなものになるのかはやりながら説明していきましょう。新しいゲームと一応ね、主人公がね、その時間を巻き戻せる能力を手に入れて、未来を変えていくみたいな、そんな感じかな。いや、もう詳しくはねよくわかんないんですよ。で、この左下のメモが出ている時がオートセーブと、一応 TPS 視点で進んでいくやつだったと思います。多分ゲーム的にはウォーキングデッドが一番近いかな。ウォーキングデッドもいろんな選択肢が出てくると思うんですけれども、その選択肢を、1回選んだとしても、いやちょっと微妙だなって思ったら、時間を巻き戻して選び直すことができるといった感じですかね。何なのこれ。てか、ツヤがすごいな。何これ、ツヤツヤじゃん。ニスでも塗りたくられたか。街の灯台、中に入れば安全かも。とにかく早く向かわないと。そうだな、とりあえずニスが降ってきてるからね。雨みたいなニスだからね、これ。すべてがツヤツヤだな。走れない。あ、これで走ってる。急ごう。おお、すげえな。あれ、これ何、調べられるかな。調べられないね。こういうとこなんか起こってないかな。特に何もないね。いやー、すげえ竜巻だな。基本的に日本では竜巻とか発生しないですからね。お、何今、今の。時刻は映画を時間の断片だと考えた。当然ながら写真についても同じこと。とりあえず夢か。ここはいつもの教室、大丈夫、落ち着こう。カラー、キアロスクーロなど技法は様々だ。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰。居眠りなんかしてない。それに夢にしてはリアルすぎた。誰か、何なの。お、見る。なるほどね。こんなダサく、ジェファソン先生には見せられないよ。一応ね、主人公は、なんか写真の専門学校みたいな高校に通ってんのかな？写真家を目指してんのかな？ちょっとわかんないですけど、なんかそんな感じですね。読めるね。まず見てみよう。サボらずにちゃんと毎日書かなきゃな。読む。誰かに読まれたら、なんて思われるかな。すげえ書いてあるな。いや、これちょっと全部は読んでられないから、内容を見たい方は、一時停止を。していただければという感じか。2013年7月10。ああ、ここが1ページ目か。で、8月25、9月2日、9月4日。すっげえ書いてんな。日記なんて全く書いてないからね。23、9月30、10月1。今2013年の少なくとも10月1以降か。苦悩の存在と考えた。ペンケースもあるね。ヘドが出るね。はいはい、騒がない。ペンケース、いい加減に買い替えた方がいいかな。でもこのレトロな感じが気に入ってるんだよ。お気に入りのアナログカメラ。自撮りをするって。撮ってみようかな。撮るの。撮ろう。そう思わないか。逆に
アーバスが被写体の最も美しい瞬間を捉えていたら、ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。てか授業中にそんなことすんなよ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。肖像写真は1800年代初期から広く普及し、現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したが、呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は？知らんよそんなの。私ですか？忘れちゃって。忘れました。知ってます、でも忘れちゃって。知ったかぶりだな。答えられないということか。誰か他に答えられる人は？フランスの画家ルイ・ダゲール発明のダゲレオタイプ。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。こいつ嫌なやつだな。正解だ。ダゲレオタイプは人物の顔を細部まで描写することで1800年代。これ以上自撮りするのはやめておこう。まあそりゃね。この技法で初のセルフポートレートを撮ったのこんなもんか。あとなんかある。カバン。彼に関カメラを入れてるバッグ、ボロいけどお気に入り。もちろん。こいつ基本的なんだ。みんな日常費用コンテストの期限が授業が終わったのか。優勝者は火災報知器が鳴ったのかと思った。サンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。お、動けるね。ノート。何もかも特別しよう。授業中にあんな嫌味言うなんて中学生レベルでしょ。みんな笑ってたの。あ、笑われちゃったんだ。てかさ、自撮りした自分が悪くね。そもそもビクトリアは何から何まで一番高くて最新のものを使うってあるけどさ、これ人のスマホでしょ。だって使おう。ビクトリアの持ち物は学校の備品より高性能だね。読む。製品名 GRLT64S。 なんちゃらかんちゃら。5299ドルとか。え、くっそ高くない？ちょっとまあ、計算しやすいように、1ドル100円だとして、1ドル100円だとして、50万円するってこと？むっちゃ高いね。でもカメラって確かにすっげえいいのは、めっちゃ高いっすからね。俺はちょっとカメラわからないっすけど。ここもなんかあるね。見る。うん、いい写真が撮れそう。え、こんなの撮るの？撮ってみよう。君たちの熱意をくじくつもりはないが、なんて書いてあるのこれ。写真の世界は厳しいという現実も知ってもらいたいと。てかなんかすげえ昔のカメラ使ってるんだね。ケイト、さっき投げられてた人だね。紙くずみたいなの。ケイトは塞ぎ込んでるな。どうしたんだろう。まあ話してみましょう。ケイト、マックス、お疲れ。お、お前疲れてないか。ちょっと目が目がめっちゃ疲れてそうなんだけど。元気ないみたいだけど。元気ないみたいだけど。うん、ちょっと悩み事。お茶でもする？そっか。お茶でもしながら愚痴りたい？付き合うよ。そうしたいところだけど、宿題しないといけないから。うん、わかった。また今度ね。まあ、主人公もなんか明るい感じの人じゃないですよね。なんかすごい可愛いかって言われると、別にそんなでもないし。パソコン。見る。うちの学校、コンピューターにはお金かけてるよな。使う。誰か作業中みたい。結構いい感じ。あ、共用のパソコンね、これ。プリンターがあるね。こんなプリンターで自分の写真をプリントしてみたいな。あ、やっぱりプリンターも関係あるのか。固定開けるぐらいたくさん。あ、そうだよね。だって年賀状とか、これは綺麗にすれますよって書いてあるしね。てかなんか調べられるのがすっげえいっぱいあんな。ジェファソン先生が撮った雑誌の表紙。さすがだな。なるほど。ポップバイン。クランジは死んだのか。よくわからん。話してるね、二人。これ、ビクトリア？あれ、今の人、あ、ケイトって言ってたよね。名前とね、顔を覚えないといけないからね。この嫌なやつはビクトリア。ビクトリアを見ると、
いつも悪口言われてるような気がする。で、先生はジェファソンね。ジェファソン先生と話すときはいつもすごく緊張する。恥ずかしい。何？乙女心？あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。どうしてもですか？時間がなくて。宿題がありすぎて、どうしても時間が。マックス、自分でも分かってるだろう。君はまだ若いとか、可能性は無限だとか、今さら年寄り臭い説教をくどくど聞かせるつもりはないが、時間を無駄にしちゃいけない。君には才能がある。君にしかない独自の視点で世界を切り取ろうとする情熱がある。いいかい、勇気を出してそれを世界に発表するんだ。アマチュアからプロの卵へ一歩踏み出してごらん。うん、なるほど。写真、あ、これさっきの灯台じゃん。この灯台は街のどこにいても見える。カメラがある。ジェファソン先生のカメラはやっぱり違うな。これって確か2万ドルはするはず。2万ドルとか。完璧なデジタル写真が撮れるんだろうな。すげえな、200万ってことでしょ。私はインスタントカメラ派だけど。いや、そうなってくるとね、そんだけなってくると円高とか円安の影響もだいぶ考えちゃうよね。この辺の森は写真でもなんだか謎めいて見える。この森何？これ何？テレビ？授業で使うモニターまで高性能のプラズマ HD テレビ。これでいろんなドキュメンタリーを見られるのか。プラズマテレビか、珍しいね。今もうだいたい液晶になっちゃってますからね。やっぱね、プラズマはですね、作るのがね、あのコストがかかるんですよ。だからどうしても単価がね、高くなっちゃうんで。生徒が自由に読める参考図書。今はもうどこも作ってないですよね。なかなか手に入らないカルティエブレッソンの。ただね、液晶テレビよりね、あのプラズマテレビの方が、あの黒と白のね、コントラスト比がすっげー綺麗なんですよ。アベドンの本もあるし。何言ってるかわかんねえし、こいつ。もちろん聞いたことない名前も多いな。しっかり勉強しなきゃ。え、誰も聞いたことないんだけど。開けると。え、私のことどう思ってるの？分かってるだろ。かわいい。いつも通り。かわいいよ。ダメか？振られてんじゃん。授業中にいい写真送ってあげないよ。マックス、行けてると思ってんの？あの、おとなしいキャラ。トイレに行って、ちょっと一人になろう。俺の噂してた？顔でも洗って、シャキッとしなきゃ。もっとバカにされちゃう。授業だりつまんね。自撮り魔なんだ。いや、ちょっとネクラな感じだね。見た感じ、この主人公はマックスか。エピソード1さなぎてか、もう動かせるし。行方不明者のポスター。このビラ、校内のあちこちに貼ってあるな。尋ね人、最後に目撃された場所アルカディアベイ、最後に目撃された日2013年4月22日、19歳165センチ50キロ、金髪の薄茶色目が、ふくらはぎにドラゴン、左手首の内側に星のタトゥーがあります。レイチェル・アンバー19歳。おー、行方不明なんですねこの人。ここは科学室。ここが科学室。ウォーレンの脳みそへの入り口。ウォーレンって何？エヴァン・アリッサ。エヴァンはあまり話しかけてこない。でもすごくいい写真を撮るんだ。アリッサは？アリッサはいつもスマホいじってるけど、一人でいることが多いみたい。スマホ依存症っすかね。ロッカー。みんなにロッカーの中は見られたくない。これ俺のロッカーね。開けてみよう。パパとママの大事な写真。ジャック・ケルアックは本当にかっこいい。アメリカ人はやっぱり家族の写真大事にしますよね。決まってるね。家族の写真なんて持ってないんだけど、そもそも。こいつはジャスティン。あれはデーナ。相手の男子はジャスティンだったかな。女の子がデーナね。いや、覚えられないわ。デーナとは寮の階が同じ。ほうほう。こういう典型的な美人チアリーダータイプの子って校
工場で量産美人ね。ちょっと正面から見てみよう。でもデーナはいい子だから。そんな言い方しちゃう。胸元もなかなかセクシーですね。こっちともうちょっと近づこう。上から。おお。デーナ覚えとこう。ステラ。何こいつ。ステラはいつもノートとにらめ。本気で勉強しにブラックに来てる。こういう人さっきいたよね。席立ってたよね。なんこれ、カツアゲ？カツアゲはちょっと見て見ぬふりをしよう。ブルック。ブルックはウォーレンと仲いいみたい。ウォーレンが好きそうなタイプだし。なるほど、どういう感じの子？下向いててよくわかんないんだけど。なんかね、可愛いとかなんか美人っていう感じじゃないですよ。なんか基本的にみんな暗そうな顔してるよね。カツアゲは良くないよ。これがローガン。これ誰？ダニエルはすごくいい人なのに。こいつがローガンで。ぶっ飛ばしてやりたい。いじめられてるのがローガン。手前にいる人は？ただのモブキャラか。こいつは？こわ。顔がなんか目がいっちゃってるんだけど。ポスター。ずっと10月だったらいいのにな。ハロウィンパーティーか。これさっきのポスターと同じか。何これ？デコレーション。廊下が骸骨だらけになるっていいよね。あ、ハロウィンだかな。これ自販機か。砂糖販売機って呼べばいいのに。コインを入れたら砂糖が出てくる。最高だね。え、何それ、アメリカにはそんなのあるの。ちょっとアメリカとかは行ったことないんで全然わかんないですね。掲示板。必要ないし興味ないし、バックパックは盗んでない。読む。探しています。あー、ちょっとよくわからん。これも行方不明者か。銃はお家に置いてきましょう。あ、銃社会だもんね。いろんな人がいるな。ヘイデン。ヘイデンだ。ボルテックスクラブのメンバーだけど、そんなに嫌なやつじゃない。何ボルテックスクラブって。くどいてる人。さっき振られてた人。ジュリエンとザッカリーが付き合うのも当然、ボルテックスクラブの家中の存在だもん。ボルテックスクラブ。え、ジュリエットって可愛いの？ちょっと正面から見てみる。それっぽい感じはするけど、なんかどうなんだろうね。なんか全体的になんか、おお、この子超可愛いっていう感じじゃないんだけど。ジュリエットは寮の階が同じ。彼女もボルテックスクラブのメンバー。はあはあ。ボルテックスクラブか。サミュエル、掃除のおじちゃんだな。サミュエルって本当変な人。でもそこがいいんだよね。これはトロフィー。水泳にはだいぶ力入れてるな。カワウソ、かわいいからいいけど、頑張れオッターズ。こっちはいけないのか。こいつはトレバー。スケーターは好きだけど、私の思いはいつも一方通行。え、何？トレバーのこと好きなのってこと。別にさ、イケメンでもなくない？なんかちょっと怖いし。これもハロウィーンのポスターか。あ、これマップじゃん。マップ入手できるのかな。こんなの暗記してる人いるのかな。でも実際はみんなした方がいいよね。え、マップを入手しましたとかそういう形にはならないか。これはグラント先生って書いてある。レイチェル・アンバー、綺麗な子だな。このビラ見てると悲しくなってくる。ポスターを見ちゃったのか今。グラント先生を見ると。科学のグラント先生はいい先生だよ。校長室。校長先生はいつも校長室にこもってる。校長先生の仕事って何なの。あ、トイレ行こうって言ってたもんね。そういえばここにも骸骨がある。誰もいない。あんまり綺麗なトイレじゃないね。最悪だよ。鏡。お、鏡がある。鏡使うって何。今日はどこへ行っても誰かにバカにされてる気分。授業中にあの幻を見たからおかしくなった。いい、ね、私どうしちゃったんだろう。これは水道。あ、顔を洗おうって言ってたもんね、そういえば。すっかり忘れてんな。大丈夫、自信持たなきゃ。私には才能がある。
ダメだ。え、そこに捨てんの？ちゃんとゴミ箱に捨てろよ。扉が閉じた時、別の窓が開いている。蝶々が入ってきたね。通気口から入ってきたのかな今。シャッターチャンス、これは絶対取らないと。オーケーオーケー、取ろう。蝶、非常ベルがある。あの蝶、どこから来たの？写真。今までに見たことない種類。羽が光ってるみたい。空気が流れるのを感じる。まるで精霊のよう。誰か入ってきた。てかさ、ここ女子トイレだよね。何こいつ、覗き？こんな堂々と？大丈夫だ。落ち着け。心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。いや、庭じゃないよ。女子トイレだよ。だろ。いや、何でも思い通りになんないよ。何のようだ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて、本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけ。なんで女子トイレで待ち合わせしてんの？ボンボン、ね、金持ちなのは親だ。いいのか、そんな態度をとって。お前のろくでもないビジネスのこと。ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ、舐めた口聞きやがって。おお、ぶっ殺してやる。拳銃を取り出した。ちょっとやめて。やめろ、近づくな。俺に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの？てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。おお、ダメ。撃たれた。っていうかさ、こういう銃ってさ、なんか安全装置とか解除しないといけないんだよね。おお。な、何これ。戻った。嘘、ありえない。女子トイレにいたら女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。写真は被写体の喜怒哀楽。この授業をさっき受けた。影、カラ、キアロスクールなど。ケイトがまたいじめられてる。この野郎。ビクトリアの電話が鳴ったら本当にやばい。あ、壊れちゃった。ちょっと、嘘でしょ。写真家といえば誰だろう。信じられないけど、これってひょっとして誰か。時間を巻き戻せるってこと？てか飲み込み早いな。L2 で巻き戻す。あ、これで壊れたカメラを戻せるのか。おお、戻ってるのこれ。おお、戻ってる。嘘、本当に巻き戻った。すげえ、タイムマシンみたい。わかる人？誰か。よし、落ち着いて。自撮りをするってまたある、ね、考えてみよう。なるほどね。なぜそう思う？アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には、壊れたはずの。さっきは自撮りした後先生に当てられた。ああ、同じことが起きたら間違いない。はいはい、もう一回自撮りしよう。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。そんな、ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。聞いたね、このセリフも。マックス、君は筋がいい。これは絶対に夢じゃない。現実だ。間違いない。現在に至る。君たちの世代より巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。人物の姿を捉えることは常に極めて重要。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。そんなに急がなくてもいいじゃない。あ、スキップがある。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は。なんか分かんない。あ、分かる分かるよ、聞いたもんさっき。でも分かんない。トイレに行ってもいいですか？すみません、トイレに行ってもいいですか？こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。後で先生のところに来なさい。こういうところは変えられないんだね。誰か他に。まずい、居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。
あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。正解だ。巻き戻すことで利用できるかもしれない情報を入手するとこのアイコンが表示される。ははは。この技法で初の L2 で会話を巻き戻す。何か見落としてる。巻き戻してみよう。すげえ便利だな。巻き戻し中に R2 で高速になる。ほう、早い。マックス、あ、ついでだ、これはもう聞いたからスキップができるってことね。ダゲレオタイプです。ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のすげえが発明しました。超いい能力だな。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。感心だぞマックス。いいね、褒められた。ダゲレオタイプは別名銀板写真やばい、こいつのターゲットにされるぞ。鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。ちゃんと読んできたのはマックスだけみたいだ。あ、これで授業終わりか。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。よし、トイレに急げ。おかしくなったわけじゃないし、夢でもない。勇気を出さないと。まあ大丈夫だよね、多少ここで止まってても。はい、というところで、まあちょっと時間がいいところなので、まあ、とりあえず時間を巻き戻す能力は手に入れましたね。というところで、じゃあ次回はそのトイレ、ちょっと会話が進んじゃってるけど、トイレに行くところから始めたいと思いますので、今回はこれで終了します。